平野氏をインスタライブで、タイ人の子、ジュリー社長を語る、対立ドタキャン報道と岸優太も、激怒、の裏側を探る。こんにちは、尊敬する読者の皆様。今回は、エンターテインメント界の最新の衝撃的な出来事についてお伝えします。 元 k n g ックスの一員である平野紫耀26がその活動休止からわずか2週間後にインスタグラムのストーリーズを使用して20時半くらいからインスタライブするよんと告知しファンの間で大きな反響を巻き起こしました。なぜならこの告知がジャニーズ事務所の社長藤島ジュリー恵子氏57に関連していたからです。 平野さんのインスタのフォロワー数は約394万人という絶大な人気を誇ります。約2週間ぶりのインスタライブ告知だけでこれほどの盛り上がりを見せたのは驚くべきことです。しかしこの多くのファンの反応が藤島ジュリー稽古氏についての社長退任の可能性が高まっているというタイミングでもあることからさらなる興味を引き寄せました。 ジュリー氏の社長退任が濃厚に、ジャニーズ事務所は創業者であるジャニー北川氏、去年87の課題問題を受け、外部専門家による再発防止特別チームを設置しました。この特別チームは座長として林真子前検事総長を迎え、8月29日に都内で会見を開催しました。林氏は、ジャニー氏の課題が、 1970年代前半から2010年代半ばまでの長期間にわたり多数のジャニーズ JR に対し後半に性加害を繰り返していたことが認められましたと報告しました。ジュリー氏はこの問題の背景としてジャニーズ事務所の同族経営の弊害を指摘し、 ジャニーズ事務所が解体的出直しをするためには、ジュリー氏の代表取締役社長の辞任を求めるという辞任勧告を受けました。このニュースはスポーツ紙を含む各メディアで大きく報じられ、ジュリー氏の社長退任の可能性やジャニーズ事務所の未来についての議論が高まっています。平野氏用の面談を何度もドタキャンしていたジュリー氏。 そんな中、ジュリー氏と平野市様との間には確執があることも報じられています。週刊、文春によれば、平野神宮寺ゆうタ20、五騎士ゆうた27、はジャニー氏の悲願だった海外進出を実現しようと奔走していました。しかし、ジュリー氏は海外での活動について協力せず、メンバーたちは不満を抱いていました。 平野は2022年初めからジュリー氏に何度も面談を申し込みましたが、ジュリー氏のドタキャンが相次ぎ、最終的には5人での面談が実現しました。しかし、この席でもジュリー氏はメンバーの話に十分な耳を傾けなかったと報じられています。 ジャニーズの若手グループであるキンプリはトップクラスの活躍をしていましたがメンバーたちは待遇に不満を抱いていました。特に岸優太は高級ブランドの服を愛用し宝石で飾られた指輪を身につけるジュリー氏を見てあれはないわと憤慨していたとも伝えられています。ジュリー氏の方針がキンプリ分裂の原因に芸能プロ関係者によれば キンプリの一部メンバーが事務所を離れる決断をした背後には、ジュリー氏の方針も影響している可能性があります。ジュリー氏は国内でのドラマや映画の仕事を重視し、海外進出よりも国内での活動を推進していました。特に平野氏用は、この方針に反発し、ドラマなどの仕事を押し付けられることに不満を抱いていました。 結果として、平野、神宮寺、騎士の3人は、金プリ及びジャニーズ事務所を離れる決断をしました。坂口健太郎、32、が主演を務めた4月クールのドラマ、D.R. チョコレートに関しても、当初、主演には平野が内定していたが、ジャニーズを退場したため坂口に変更になった、と報じられたことがあります。 平野ノ仕様のインスタライブでの発言に注目。平野ノ仕様のインスタライブでは、ファンからジュリー氏の社長退任やジャニーズ事務所の現状についての質問が投げかけられるかもしれません。平野ノ仕様は正直な性格で知られており、当時の思いや現在の見解についても話す可能性があるでしょう。結論。 平野紫仕様のインスタライブ告知が、ジャニーズ事務所の社長退任問題と関連して大きな注目を集めています。ジュリー氏との確執、キンプリの未来、そして平野仕様の今後の活動について、多くのファンと芸能関係者が興味津々です。これからの展開に注目しましょう。